全部。パーフェクトはマンチキン。ショートでゴースト、メテを落としていきました。そしてそこにジョジョも加わっていきます。ジョジョの体力は残り1ミリ。浴場から全部抜きました。壁抜きでワンピック取って4対3の状況で設置完了。抜き返したポポ勝ち。3対3。縦に切ったこのスクリーンを生かすことはできるのか、ブラックウィズ。毒素の管理が難しい。ポイズンクラウドでランプを制圧。メイが横を取って反対に。そこに入っていくブラックウィズですが、ステルがカバーしました。ラストワンオンスリー。おお。ラストワンオン。ただ位置がバレてるのゼフ。使い通し。フラッシュ。解除してるか分かんない。音は鳴ってる。素晴らしいピークだ。時間稼ぎのゼフ。ファーストラウンドはゼフ。ノーセプションが取りました。勝ちに巻き込まれて試させない作戦です。ここはフラッシュ離婚、互いにこの浴場を取り合う展開になりますが、まあ、こうなると基本的には攻めの方が有利になります。ファーストブラッドマンチキン、サポート役のジョジョを落としました。これちょっと手厚い攻めができなくなった。今手前まで潜んでいるノーセプション、どれでも深くまでいためてを返すマンチキン。体力回復したい、ただメイン変えてませんね。ここはトレード、ブラックイズ、そして全フ。2オン3の状況、武器が苦しいラウンドではありますが、1オン3まで持っていきます、うん、最後はマンチキンが抑え、このラウンドマンチキンは3キルと、まあ、ランプを取られてしまう点では前に見ています。さあリーデさん、ここ面白いですね。またマチ、まあ、よくヘイブンとかの窓付近は取りに行くそうですが、ここまさか開けたタイミングフェイクのスモークで、したいですね。シーカーからの展開、ポポ勝ちはどう対応するか。このラットのポジション、まずは抜きでダメージをお互い与えていきます。ショックダウンを返してシーカーの飛び先、いやここ毎回メテオが手前に来るところは熱が狙っています。取り返しが早い、設置される前に取り返しが始まっていました。お、別の選手が倒されましたね、うんうん、まさかの事故、はい、多分設置に対してのアクションを受けると思います。ああ、ここ抜けました、ただ抜けましたよメテオ。これは気づかれてません。抜けた、テールウィンドウで抜けましたね今一瞬。クレイジーラクーンはエルボーの管理ができていない。ああそうですよね、ファーストブラッドメテオ、ただ返した。エルボー残りでショート進行残り15秒、しかしここにはマンチキが待っていた。落ちかった、ジョジョが打ち勝ち。この A サイトは空っぽの状況、あと10秒、アフターショックを打ってポポ勝ちは入れません。この打ち合いではポポ勝ち、シーカーとの合わせで取り返しが始まっていく。ポポ勝ち3キル、強い、取り返し成功クレイジーラクーン、これで4本目。この距離それでも前に出てく、フレアーショーティーだ。そこならばローリングサンダーの効力はありません。さすがにブレードストームが勝つという口を私はしていました。あの距離ならばショットガンも強いですよ。よくショーティーに持ち替えました。さあ噛みついた後はアステル、サンドライトのカバーによりますが、ただワンオンスリーフラッシュ、おお抜いた、しかし最後はマンチン、ランプから登場。30秒、ここの勝負次第か、ホールトラインを受けたブラックズ、オペレーター回収。ゼフはインセンディアリーを超えていきました。シーカー、そしてバイパーズピット、ハンターズフューリーの返しも残り12秒、ただこれは設置は間に合います。さあ全員で避けていく、オーナー飛びです。スパイクを設置、2対3の状況、ディフェンダーサイドまではみ出しているこの毒の沼、かなりダメージを負いました。この勝負足が見えました。残り2つフラッシュがあるメイ、素晴らしい直ダンス、これで沼がなくなった。ツーオンツー、全封ジョジョ鳴り響きます。それでも狭いエリアで勝負するマンチキン、ショーティーに持ち替えた。ここでのメテオ対マンチキンは今回はメテオ、詰めますか。メテオがオペレーター所持、超えてった、超えてった、ワンピック取るもの22トレード、これで人数状況2対2。ポポ勝ち、ショックダーツ丁寧だ。どこ行った、ランプ裏からダブルピーク、ワンワン、最後はポポ勝ち。
本当にポポ勝ちはまです。あら、5対面。うわ、勝ったのはメイだ。上手の状況です。人数状況も1枚上手。まあ、武器のことも相まって、さすがにここはクレイジーラクーンかと思っておりますが、ローリングサンダーが飛んでくる。エントリーのブラックイズ。ただ3対3の状況、ワープしてこのままシャワーで A 設置まで持っていきますね。さあリーゼさん、ここからの取り返し、ディフェンダーサイドはワン、まだいませんよ。ただ裏がこれ噛み合いそうですよ。コズミックディバイドから勝負をするネスは先に倒された。あ、スクリーンに見えてない。ショートからの取り返し、ジョジョが進行見えました。お、打ち勝った。さあラスト1人、マンチキンの体力が3なのは把握できています。取り返し、最後はブラックイズ。じゃあ B ロング取って全フラシーカー打って、ブラックイズが設置して、ね、バイパスピットまでの欲張りプラン、さあ始まった。さあそのエントリーにはまずはグラビティウェルは敷くことができず、バックサイトへのプレッシャーはかかっています。メイ、マンチキンともにキルを取って、メイはサイト内でショーティー、欲張りプランを実行することができませんでした。ネスはすでに浴場を抑えております。バックサイト、グラビティウェルからの公園、ドロー2にはドロー2みたいな形で、ね、どんどん上乗せしていくっていうね、うん、ここは浴場での対戦、どっちの浴場が強いんだ。スモークだけ、浴場は誰のものだ。最後のどうなっているメイだ。クレイジーラクーンの浴場が勝ちました。ミニマップ見てください。 A シャワーにバッテンがいっぱい。こんなの見たことないですよ。まさかの展開でした、はい、ここはアングルを変えたメイが抑えました。さあファーストラウンド上警戒、深くまで入っていきます。ディフェンダーサイド、そしてヘブンにスモークを焚いてからマンチキンはアングルを変えていきます。ゼロ距離フラッシュ後ろを向いている。ここは2人の対応ですが、ブリンクアウトしたところはメテオが抑え、4対3の状況を取り返していく。ノーセプション、おっとスリフティーなるか。武器も回収できています。メイとポポガチが残りました。ここにはメイが残る。全フの取り返し、ラストはポポガチ。ショックボルトを打って解除を阻止したい。ラスト 1on1 だ。ビコンボルトがある状況、移った。和製のクロニクルか、避けた。ただ時間がない。ジョジョ取ったものの間に合わない。解除できず、ポポガチスーパープレイ、クラッチクラッチプレイ。エントリーでしょうか、スティンビーコン。足が速い。いやー、そこからワープ、ここからのワープ。中にはマンチキン、時間は足りるのか。間に合います。間に合った、スティンビーコンのおかげだ。そして3対4、状況は一転、クレイジーラクが優勢になりました。武器苦しいラウンド、サンドライトをメテオ共にキルを取って、今度は巻き返していく。ノーセプション2対残り1名、ラストはサンドライト。もう一回ピックをしてくる。横から何回出てくるんだマンチン。フューリー打っていくのはエルボーですかね。エルボーですね。ファーストブラッドマンチン入っていくところは全フ抑えて4対4。まだ人数合流できていない状況ですけれども、スミコン置きました。しかしその裏からメテオ、うわうまい、メテオダブルキル。このまま A シフト、あと30秒。さあ A 中には2人いますから、ここは安心して守れるでしょう。フラッシュ1つ、アフターショックがあります。ここにはアフターショック足止め。お見事な時間稼ぎ、よりの時間を稼いでいきました。角度を変えてメイ、しかしすでにランプから入ってくるのはサンドライト。その表のサンドライトを潰し焦る。今度はランプに引き込みます。全フはガチか。ガチ解除です。カバーのジョジョに委ねました。お見事な体力。
ドローンが回ってそこを壊したブラックウィズ。いや壊したんですがリコンボルトが入っていました。バイパーズピットが開けてから A のセットアップ。さあいつのタイミングでシーカーが来るか。シーカーが浴場から飛んできます。ファーストブラスト、しかしポポ勝ちの返しで人数状況はここは 2-2 トレード、2対3の状況になりました。そして追いのロックダウン、最後の一人だ。ショートはアステルが止め、そしてアステルは2つの射線も管理しました。ですけども、はい、ただドローンを破壊した後の離婚で移ってしまい倒されてしまった以上はね、ノーセプションとしてのプランが崩れ、その後のシーカーで、まあ、引かざるを得ないという状況になってしまいました。うん、まあ、どうしてもねバイパーズピットのカウンタードローンになりますんで、まあ、すみません、安定してエントリーができました。すでにエルボーにはマンチキン、ここの勝負は上場、これは大きい。流れが変わったか。ただ時を止めれるのか。ローリングサンダーは上がっている。ジョジョここ外した。最終ラウンドになるかもしれないこのラウンド、12対7。ダブルピークには対応できません。日本は3つのスモークを使ったらもう炊くことはできない、そんな苦しさがあります。さあここで世界を分かちました。気がかりなのはスパイクを挟んで割ったこと、たまたまにはなりますが、どちらからでも解除が見れる。オービタルストライクまで打ち2対3の取り返し。サンドライトが入っていく。おっと、おっと、顔が見えた。熱の顔大きい。セットアップ、リコンボルト返し、ファーストブラッドは焦る。ジョジョが落ちました。重要な選手が落ちた中での 5-on-4、 5対4。グレネード展開、設置完了。マンチキンがさらにサンドライトを抑えて5対3。ネス対メテオ、 V には出ません。さあ後ろから来たアステルを落とし、正面ではブリンクアウト。ブラックウィズがその間にワンキル取って3対3。ネスはヘブンを取りに行った。フラッシュと合わせた完璧な連携。おお強い。ラストはメイのキルでクレイジーラクーン。ファースト終盤どちらに寄せるかは見ものです。ここは抜き勝負、マンチキンの勝利です。第3ラウンドセットアップが始まっていきます。ドローン、ナノクワム、エントリーのマンチキン、前夫はどう耐える。インスモークから外に出たが削るだけ。場所が難しいか、特定できない。クラシックワンキル取った、避けていく。ここは右クリック当たらず。ラストはサンドライト、最後はアステルのキルとなりまして3対0。ロンパラノイア、うん、ブラックイズのファーストブラッド、キャットとメインのタイミングが合いませんでした。しかしメイがねじ伏せた。キャットの勝負のカバーにネスが入り、逆にサンドライトがそのカバーに入りました。バイクを設置、ツーオンスリー削っていく。さあ前夫はどうする。ヘブンから一度ドローンを流します。おお見た、素晴らしい。ツーオンツー、さあもう一人いるのか。ヘブン車見た、素晴らしいショックダッツ。ワンオンツー、下にいるのが分かった。ここは全フリック、さすがです。渡す時間はあるか、十分にあります。サンドライトにパラノイアからのスタート、非常に速いセットアップ。ナノスワームで足止め中、マンチキンがもう入ってきています。ナノスワームでマンチキンが落とされ、手厚い攻め。アステルがそのカバーに入り4対3。すでにマーケットには張り付きで控えている、そんなメイがいます。中も制圧、最後取り返しはメテオです。バイクをセーブはさせたくない。あ、今銃口見えた可能性ないか。おお、ポポ勝ち、今の打ち勝つか。しかし自らのスモークからスモークアウト、パラノイアも受けた。
サンドライトはどう守る。アステルのカバー、そしてフラグメントとメテオのダブルキル。ラストポポ勝ち、ワンオツ。あと30秒。最後はメテオ。マンチキンの役目としては1人2人を引きつけること、ワンピック取れば十分な中。さあポポ勝ちのファーストブラッド、そしてマンチキンは A で暴れている。全ての戦略がハマりました。ダブルキルは取れず、設置まで持っていくことができます。ポポ勝ち落とした。4対2。敵残り1名。対空。これは武器キープの判断になりました。いやー、ただアビリティ使っても倒しに行く満々ですね。もう包囲網気づいています。おーちょ、この勝負は残り1名。うおー、体力11で耐えました。それでもクレイジーラクーンのカウントになっていきます。その差3本差。グレネード展開。さあ中にワープをしていくネズ。おお、打ち勝っていったメイ。そしてカウンターのロックダウン、ちょっと浅めの手前の位置までは取れます。ヘイブン全てを追うのは難しいです。フラッシュの準備、手前はクリア。手前にいるのが分かった。ナノスワームの開始。4対3。ハンターズフューリーで足止め、エントリーをしていくメテオ。時間はなくなってきた。ただ2名の位置分かっている。ボートハウス2、もう時間はないぞ。守っていくポポガチ、後ろを取るが、ここは全員いなくなりますが、クレイジーラクーン6本。ここまで詰めていればいいによっても良さそうな気がしますが、ジョジョのファーストブラッド。リコンボルドが到着。超チーで一発、熱のカバーが入った。1トレード、2トレード、2トレード。D でキャリアダウン。やっと取れるか、ノーセプション。逃げたぞ。ダッシュ、これを受けてしまった。ロックダウンは打ちますが、ここでスリフティーです。6対3。出しながら索敵、そしてマンチキンが今アランボット壊しましたけれども、どれだけ B でプレッシャーをかけられるか。言いました。おっと、おっ、ショックダーツ完璧だ。リコンボルトの対応は完璧。ナノスワームで時間稼ぎをしているサンドライト、そこのカバーにアステルが入った。ブラックイズもなんとか止めるものの、ツノスリースパイクはそのまま A に。ジョジョのモテープしかし、ここはジョジョ。おお、もう時間はありません。残り15秒。残り1名。ラストブラックイズが抑えて4本目。6対4です。あ、ここはいいフラッシュダイブ入っていく。下投げフラッシュ、そしてブルコマンド、フラグメントで圧止め。ジョジョのポジションが完璧。わお、 A でキャリアダウン。ただポポ勝ちがまだいる。これで確定情報。いやー、完璧なアビリティ。スパイクはポイント内に。今はダメだ。手前にポポ勝ち。最後はオペレーター。オペレーターの上はメテオ。ファーストブラッド、メイが落ちました。6対5。これは隠した。壊しながらスモークで自ら隠しながらエントリー成功。ジョジョはどう入っていく。無理やり壁に行ったんですが、マンチキンがダブルキルで抑えました。4対3の状況、設置は完了します。中からのドローン、アルティメットを持っている全フはどこにハンターズフューリーを打つか。右の箱、そしてサイト裏、当てることはできませんが、3対3。ボットが
段差がついた中で強気なアステル、ダブルピークうまく決まりました。残り強すぎる、強い、ここ勝ち。7との開始、それも壊してあとはエンドリーするだけ。手前にいたアステルを落としてから5対4の状況を作り出しました。バックサイドにはポポガチ、パラノイアを受けながらメーテオがショーティーでダブルキル、おう、あっという間にディフェンダーサイドでのダブルキルでした。ラストはマンチキン、全員でピークっていうのもまた面白い味を出しますよね。そうなんですよね。ファーストブラッドはマンチキン、センターを突入していたメテオを落としてからのスタート、すでにエントリーは始まっている中、アステルが右メインでしっかり止めています。中に入っていたブラックイズまで落として、武器有利なラウンド、クレイジーラクーンがコンセプションの猛攻に耐えました。映画はおお、それを倒すか、それは強い。2発目以降は左斜め上に飛んでいました。ただブラックイズが飛んだ、素晴らしいパラノイアの開始。ブラックイズダブルキルを取って現在3対3。しかしポポガチもダブルキルだ。そのままスパイクを持って B 側にシフト。いや、本命で飛びましたね、今回は。タレットがまだあるぞ。アステルも寄ってきているのが分かっていますが、タレットの方向は後ろの方向を向いています。メイン側にはサンドライトがいるのが分かりました。中には1人確定。優先順位はどちらになるか、クレイジーラ君。ポポガチが強い、絶望のリコンボルト、1が割れた。残り1、ブラックズエースになるか、ならず。アステルのカバーが入りました。見えてる人数が分かってるわけじゃないんですよ、リコンボルトで。ファーストブラッドメテオ、ここはアラームボットが手前。オーディン、己の無力を知るがいい。ヌルコマンドでのエントリー、マーケットはうまく取れている。ピザ側を抑えました。挟み込みはない中、取り返しは容易かと思いながら、前夫のショックダーツでアステルが落ちました。4対3、そして4対2、そして3対1になり、ラストはメイ。パレットの反応がトリガーになりました。お、最後はダブルピーク、ハチと反応がありません。ああ、おそらくキルジョイのみ反応がありましたかね。つないながら B のロックダウンをしたどっちでしょうか。エントリーフェイク、いや、エントリーだ。あと30秒、ここには2人いた。うん、しかも寄ってますよ、 B。 ロックダウン使わずしてこのまま B へ。おお、面白いチョイスにはなりました。いいかもね。まあ、メテオの命をアルティメットのフェイクとするならば、いいチョイスにはなりましたね。ここは全部が抑えて4対3、結果的に取れてます。そしてシーカンまで使わせましたね。ノーセプションからすると美味しいこのラウンドにはなりそうですが、4対3、はい、シーカンの無力化も成功しました。前に出る、ロックダウンを無視して2人目、いやー、ロックダウンは関係ない。メテオはブリンク打っていません。おー、抜いた。後入りリコンでポポガチは動けなくなりました。 B にも A にもプレッシャーがかかった中で打開したのはマンチキンだ。ただ A サイトは入れました。とは言っても3対4、抑えたのはサンドライト、しかもブラックウィズも合流しましたね。ロックダウン、ここでロックダウン、破壊ができない。ヘブンとキャット確定。クロスを組んでいる、アステル倒した。最後の1人だ、サンドライト、残り1、ラスト1-1、時間稼ぎ、サンドライト完璧だ。カウンターのアビリティは避ける、ただアルティメットが来るので、これはまだ範囲外、はい、アビリティはもう使えません。しかしもうエントリーが入っている、もうアビリティは使えない。おっと、どうする、ショックダッツも飛んでくる。いやー、そうですね。1ストレード、ブラックイズ熱、2にトレード、3対3の状況、ネスが耐えた。キャットからのアプローチ、味方に合流、足並み揃えて、メテオは落とした。そこで倒せるのはでかい。後ろからマッチ、さあ残り1名の一部分かってます。ラストは全負、アビリティはもうありません。マッチの体力は1ミリ、おっ、1人倒した。うわー、マッチもよく返した。その体力で打ち勝ちますか。Z
セルに対してプレッシャーがかかる。フラグメントを入れながらのエントリー、ホポガティ落ちた、抜かれた。5対4、ブラクズ2人目、パラノイアキャットに綺麗に入って設置完了。ディフェンダーサイドにブラックズ、カウンターのロックダウン。しかしここは後ろからメイです。ロックダウンのタイミングでシーカー放って、どのタイミングで着弾するか。フラッシュを入れながらベストジャッジ、3対2。しかも2名が拘束されている。ハーフまで行った。ガチ会場通りました。うわ取り返し、ここ取れそうだったノーセプション。おっとショートを立てて、いやブラッキーが入れた、引きますね。そうですね。おお、ただマンチキンが抑えた。キャットの圧力をかけて、しかし今ゼロポイントで B メイン2人が確定で分かりました。メテオ対マンチキン、重要なポイント。足音が聞こえている。ここはメテオだ。チャージがない。エントリーの足音が聞こえる。パラノイアを受けた。時間稼ぎのメテオ、アステルは抑えた。フラッシュを受ける。あと10秒、ワンオンスリー。残り3秒、ノータイム。13本目はノーセプションです。面白い試合はまだまだ続きます。クレイジーラ君としての攻め方は、今まではマンチキン1人4名固まってという動きを軸にしています。オーバータイムの時にもタイムアウトは取れるんですが、はい、互いに取りません。ポポガチファーストブラッド、サンドライトのカバーでポポガチは落ちました。作敵役が残りはメイ、しかも A3 名寄っているのでカバーもできない。このドローンは絶望です。勝負するしかない。サンドライトに落とされてロックダウンアップ。倒される前にロックダウンを放った。賢い選択。確実に4対3の状況から設置ができる状況を作り出しました。マッチポイントのノーセプション。第2マップ、このアセントを取ることができるか。中では 1-1 トレード。3対2、中に入ってクレジラ君、ラストはメイだ。ブラックが抜いた。チャレンジャー側と言っていいでしょう。メイゼロ距離フラッシュ、カバーはしっかり一人で処理。アステルのナノスワームによってサンドライトが落ちました。 C のロングからのエントリーを止めていることでガレージの進行も止まりました。ラストは全負。メスのショーティーでフィニッシュ。ガレージ B にプレッシャーをかけていきます。横にはタレット。さあメイのプレッシャー、ダブルキル。ポポガチとメイでクロスを組んでいきます。ここメイのトリプルキルです。最後フラッシュを入れて4人目、シーカーまであと1つ。あ、パラノイア打ちながらもう A のコントロール入りました。ファーストブラッドはメイ見てるとちょっと C サイトになんか行ってほしいようなクレジラ君の守り方ですよね。さあ寄ってきたマンチキンが見えました。アランボット直弾を構えています。リコンボルトの開始、リコンに移った。スパイクを持っていたジョジョが落とされます。手前にはメテオ張り付いていました。メテオ対マンチキンもあり得るか。マンチキンのカバーが入ります。はあ、これ A 側での設置今日大活躍の2人。取り返しはアステルマンチキン、ワンオンツーサンドライト、ダブルピック、徹底したクレイジーラ君。さあストーリーが始まります。オペレーター1というところでは1守りをしていた。ショックダウン綺麗に入る。ヘブン射設置でもいいか。フラッシュ、パラノイア何もできない。いきなり降りてくる。早めのリテイクが始まった。武器有利なクレイジーラ君が早めのリテイクで一気に処理をしていく。うわー、完璧なリテイクだ。ライトが担います。バイクを設置、柔軟な動きです。しなやかなこのセットアップ。ここいつサンドライトが動き始めるか。まだ動かないですね。サンドライト動き始めました。エントリーが始まる。チャージ切れだ。後ろから A サイトの中にいないことを確認できたので、はい、サンドライト、あと30秒。ナノスワームとタレットは壊しました。
アランボットだけ置いて帰ってきます。エントリーが始まる。マジキン、ブレードストーム中、ジョジョの抜きで1対1、11トレード、しかしロングにはネース、ダブルキルを取って、しっかりこのエリアコントロールできています。これはキープの判断でしょう。あと10秒。まあ、ここは揺さぶったクラフバイ、メテオのみが回せるファーストブラッド、サンドライトが落ちました。その間に A にジョジョのローリングサンダーが入っている中でのメテのワンピック、マンチキンもオペレーターを使いながら下がっていく中でのジョジョ、オペレーターをジョジョが持ちました。3対3、ハンターズフューリーだけある中でポポ勝ち、いつ打つか。パラノイアが入った。 D テイクが始まる。ブラックイズメテオ350なるか。処理取った。ホールトラインシュラードステップで逃げ切った。体力1。S が鉢巻き巻いて体力1、真下にブラックイズ。マンチキンはもう一度オペレーターの運用です。ファーストブラッドはメイン。オポ勝ち抜きましたか。壁抜き判定にはなっています。ました。そうですね。肌当てる、自ら取り返していく、素晴らしいです。落とされてショックダーツのカバー、オペレーター回収でのエントリーでした。これで確実に設置はできました。攻めでは吐きすぎというほどではなかったですか。結構吐きましたね。もうほぼカウンター、リテイクに対するカウンターが取れないような状況です。となるともうボディで行くしかない。ロックダウンです。この返しのアビリティはありません。ジョジョはもう倒されている。アフターショックも使った後でした。リテイクが始まる。クレイジーラクーン、完璧なリテイクです。つまり守り方が硬いなという印象を受けるんですが、ファーストブラッド、マンチキン、ここでも勝負だ。2発を直手、2個目全て当たっています。嫌なドローンです。あのスワムがある状況、マンチキンが取り返し始まりました。ブリンクでタンク運用、ゼンフがダブルキル、ポポガチが返していく。ヘブンからのポポガチを抑えたのはゼンフ、しかしポポガチ最後まで残っていた。ファーストブラッドマンチキン、 A3 の配置が非常に多く見られる中でメテオショート進行でキルを取り返します。その間ガレージでアステルワンピックして、アステルはもうアタッカーサイドに。体力1のメテオ潰しにかかった。そしてアステルは後ろから正面にはすでにネス、横からアステル正面に2人、完璧な飲み込み方。クレイジーラクーン10、トリオはノーセプション、手前までノーセプションが詰めてきています。メテオのダブルキルからのスタート、その間に B 進行の3人、その足音を聞いているジョジョ、 A リンク設置です。 A リンクを取りに行くのはメイ。ジョジョとメテオのこの2人の連携はどうだ。フラッシュを入れてトレイルブレイザーの開始、ダブルヒット、ジョジョが落ちました。さあその間に中に入って一旦解除フェイク、裏回ったマンチキン、まだサイトの中にはマンチキンだ。いやクレイジーラクーンリンクを取ってラッシュです。 B のセットアップ、おファーストブラッドマンチキン、離婚に移ったジョジョを抑えていきました。バックサイトにはマンチキン、エリアを広げるためにナノスワームだけ設置して中はマンチキンのみ。サンドライト、コブラの取り返しを彷彿とさせる。サンドライトのマーシャル、人数差まだ 3-on-3、 ネスが抑えた。ナノスワームで時間稼ぎ、
ここはメテオズオンズラストは焦る大したことないね。セカンドとしては10、そしてメテオ、うん、フレジラ君もフォルトラインを食らわず A メインから A ロングの方に人数を配れたらよかったんですけども、それをすることによってショート側のメテオがその一方的に何だろう、先に打てるような状況を作ることができた。そのやっぱり強みとしてはフォルトラインのコントロールでこのレインを抑えられることなので、それを防ぐための速いラッシュだったんですけども、そこはしっかりと抑えていきましたね。残り1名さあ第16ラウンドマッチポイントは続きますが、ファーストブラッドポポガチを落とします。抜いた抜いた、これでキルジョイがいなくなりました。後ずさりしたメイを発見しました。うわ、そこを抜いていったのがマンチキン、4対3。メイが一瞬見えた、そのメテオを落とし切ったという瞬間でした。そこからの C 展開、パラノイアはある状況のブラックイズ、いつパラノイアを打った、今打ったところ、ネスが抑えた。いやー強い、ネスも偉いですね。パラノイアを打ったところまで近づいた。あの距離だったら受けませんからね。そうなんですよ、見えるんですよあの距離だと。ラスト1人は全フ、ワンオンフォー